こんにちは。私は今日こちら筑西市にやってきました。ご覧ください。もう後ろには大きい筑波山も望めるこの自然豊かなところ、今日はどんなお話が聞けるのか楽しみです。こんにちは。こんにちは。今日はこちらの筑西桜川小玉スイカ産地女性の会の皆さんにお話を伺いしたいと思います。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。さて、もう本当に自然豊かなところでビニールハウスもとてもたくさんあるんですが、こちらでは何を生産されていらっしゃるんでしょうか。小玉スイカって言いまして、はい、小さなスイカを栽培しております。そうなんですね。小さなスイカを小玉スイカというんですね、はい、そのお二人はその女性の会のお二人ということなんですが、はい、女性の会っていうのはどういった活動をされている会なんですか。女性の目線でやはり、はい、この地域を PR していきたいっていう思いがありまして。なるほど。じゃあそういった女性の目線でいろいろとこう目の届かないところだったりとか、いろんなこう女性の視点で気づいたところをたくさんこう PR されていたりとかされてるんですか。そうです。そうなんですか、はい、今日はたくさんお話を伺いたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。おー、すごいですね。これ全部小玉スイカですか。そうです。こういう風になってるんですね。あ、スイカがありますね。こちらこの小玉スイカっていうのはだいたい何月ぐらいからが収穫時期になるんですか。まあ、ここの畑は、はい、まあ、早くて3月のお彼岸の頃から始まりまして、はい、3月から、そんなに早いんですね。6月の、末の頃まで収穫いたします。6月末の頃、はい、じゃあもう今収穫時期真っ盛りという形で。そうなんです。そうなんですか、いやもう本当にたくさんのねスイカがあるんですけれども、こういったスイカ育て方とかっていうのは結構難しいんですか。小玉スイカは。そうですね、はい、寒い時期にほら作りますから、やはりスイカっていうとどうしても夏の作物ですよね。そうですよね、夏食べるものっていう感じのイメージがね。そうそう、それが一応12月の初めの頃から栽培してますので、はい、本当に逆の環境で、栽培してるので、ものすごい神経を私たちは使うんですね。そうですか、大きい普通のスイカっていうのはもう夏の時期に食べるものですけれども、小玉スイカちょっと時期が早い、ね、そうですね。やはり皮が薄くて、やはり寒さを寒暖の差がありますと、やはり中に甘みが凝縮されるっていうことで、やはり寒い時期からの、はい、栽培がこの地域では始まってるんですけども。そうなんですか。もうこの甘みがギュッと凝縮された小玉スイカになってるわけなんですね、はい、そうです。この筑西とか桜川地域っていうのはこの小玉スイカの産地が有名になってるわけですか。そうですね、やはり茨城県でも この辺の産地で、ね、一番ですし、日本に、日本一というかね、日本の中でも、群馬県の藪塚と並んで、ここが、一番の産地なんですけども。日本一の産地なんですか。ここは日本一の産地なんです。すごいところが茨城県にはあったんですね。そうです。今こちらのハウスの中にはいろいろとスイカが今収穫時期というふうに先ほど、おっしゃっていたんですけれども、こちらのスイカとかももう結構取り立ての時期にはなってるんですか。そうです。今、だいぶ盛りになりまして、収穫してます。おこちらが、よろしいかなとは思ってるんですけど、結構 重いですか。重いですね、はい、持ってみていかがです。本当だ、結構重みがずっしりとしていていい音しますね、なるほど。お味とかは先ほどねすごく甘いっておっしゃったんですけども、すごくやはり甘くて、先ほどもお話ししましたように、寒暖差があるっていうことが甘みの一つの、ポイントなんですけども。なるほど、すごく気になりますが。いいですか。ちょうどうちで食べるときには、畑で食べるときには爪で割って。爪で割るんですか。ただこれが大きいから割れるかなと思ってちょっと心配なんですけども。なるほど、大きいとちょっとね割りづらいか。あ、すごい。なるほど、手で割れちゃうんですね。栗原さんかっこいいですね。でこうやって割れましたね。それで、割って食べます。そうなんですか。そうです。皮が結構薄いん
ですね、こちらの。はい、普通のスイカよりもちょっと薄めですね。さん食べてみてください。いいんですか、クリアさん。どうぞ。わー、ありがとうございます。すごいみずみずしくてすごく美味しそうですね。どうぞ。はい、いただきます。すごい、ジューシー。いかがです？甘いです。あ、よかった。こんなに甘いスイカ食べたのなかなかないですね。そうですね、はい、やはりこういうあの美味しいものを目指してこの産地は、はい、まあ、年代も、はい、若い人から、年配者まで、はい、まあ、頑張って作ってるわけなんですけども。そうなんですか。かなり甘みが本当に凝縮しててすごくみずみずしくて美味しいスイカなんですけれども、やっぱりこういいですね、手でこう割って食べるっていうのも、まあ、子供スイカの特徴というか、はい、やはり畑で食べるのには包丁など持ってきませんので、はい、やっぱり爪で農家の皆さんは、そうです、割って、その場でやっぱりガブリと、はい、食べるっていうのが、はい、まあ、この地域ですね、はい、素敵な体験をさせていただきました。すごく美味しいです。ということで、こちら栗原さんのいろいろスイカがたくさん今置いてありますけれども、はい、ここでいろいろ大きさとかの選別も行ったりされるんですか？そうです、それから、はい、収、有、量って言って4段階に分かれてるんですけども、はい、4段階に、はい、それに分けて、はい、出荷をいたします。そうなんですか、はい、今後の展望ですとか今後の目標などについてもお話をお伺いできますか？はいはい、やはり私たちは、はい、まあ、スイカで生活してったり、うん、経営してったり、これから先も、はい、まあ、そういうなりわいにしていかなくちゃならない部分が生活の一部ですからね。そうですね、はい、ですからやはり、はい、これからは、やっぱり子どもたちにもこの味を知っていただきたい。小さな子どもたちにも美味しい子どもスイカの味を知ってもらいたい。ですから、はい、まあ、今月30日には下館のつくし保育園の方で食育活動をするんですけども、はい、保育園に行かれて行かれて食育を。そうです。どういったことをやるんですか？はい、パネルシアターと、はい、パネルシアターはスイカができるまでのことを、あ、なるほど。それとは野菜のクイズだとか、お、楽しいですね。それからやはりこういう実際のものを持ってって、はい、小さいものから大きいもの、こういうふうになってスイカは育っていくんですよとか、あ、なるほど。それからつるを長く切って持ってってみて、ここにスイカがなるんですよっていうことを実際に目で、うんうんうん、手で触れて、はい、やっぱりしていただきたいと思いまして。意外に茨城に住んでる方でもそういったこう生産の過程とかって知らない方もいらっしゃいますよね。昨年も、はい、食育やったんですけども、皆さんって驚いてて、知らなかったっていう、何にも知らなかったっておっしゃってましたの でやはりそういうところも、はい、PR していきたいなと思いまして。なるほど。それで最後はやはり食育に行った時には皆さんに、小さいお子さんに、はい、試食していただいて、はい、美味しさを分かっていただいて、やはり、うん、子供の時に美味しいものを食べると、はい、頭の中と舌で覚えてるって、はい、なるほど。記憶されるわけですね。そうですね、それが美味しいスイカの味だということで、そうすることによって私たちの生活も成り立っていくのかなと思いまして、はい、うん、そうなんですか。たくさんの方にこの子供スイカの、はい、していきたいなと思ってますね。そうですね、今後もこの日本一の子供スイカ広めていただければと思います、はい、これからも頑張ってください。今日はありがとうございました。ありがとうございました。